今回は下腹が気になる人にとっておきなフロッグメドレーを紹介していきます。なかなか下腹がへこみにくい、お腹が気になる、腹筋してもなかなかお腹が変わってこない、そういった方におすすめな内容になってます。今回の動画を最後まで見ることで、なかなかへこまないお腹が確実にへこんでくる3種目のメドレーを紹介していきます。フロッグメドレー、動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹が気になる人におすすめな3種目のメドレー、各5回一緒にやってってもらえたらと思います。お腹をへこませるポイントとしては、姿勢とお腹をへこませる力、この2つがポイントになります。これを今回改善することができる3種目のエクササイズなんですけども、ポイントとしては前もものストレッチ、もも裏のエクササイズ、お腹全体を効かす腹筋メニュー、この3つになります。これを今回ね、全部まとめて一緒にやっちゃいましょう。まとめてやることによってより効果が出やすいです。下腹を早くへこませたい、そういった方におすすめな順番になってます。1個ずつ紹介していきますので、見ながら真似してやっていっていきましょう。それでは紹介します。以前両足で体を倒してかかとをタッチするっていうキャメルのポーズを紹介しました。これで手がかかとに届かないって方も多かったです。なので今回は片足ずつやっていきます。ランジの体勢をとって後ろの足の前ももだけ伸ばしていきます。これで体を倒して手でかかとを右左右左っていう風に体を振りながら前ももをストレッチしていきます。これを左右5回ずつ一緒にやっていきましょう。これでまず前もものストレッチがしっかりできます。スマホは下に置いてやっていきましょう。できるだけ体を倒してお腹が出ないようにお腹をへこませてから体を振ってください。膝が痛い方はタオルかなんか敷いてください。それではいきます。 3、2、1、2、3、4、5、 反対いきます。 3、2、1、2、3、4、5 OK。 これでももがしっかりストレッチできました。前ももが硬い人は骨盤が前ももに引っ張られて前傾してしまってお腹が出たね姿勢になってしまいます。なのでしっかり前ももを伸ばすことによって骨盤が立ちやすくなる。次に裏ももを鍛えます。裏ももを鍛えると前ももが引っ張られて骨盤が前になってしまうっていうことを逆に防ぐことができます。裏ももをしっかり収縮させていきます。うつ伏せで寝ます。スマホは顔の前に置いておきます。このまま寝た状態で足を閉じてももの裏を上に持ち上げる感じで足を上げます。これで膝を開く、閉じる、開く、閉じるっていう感じで、お尻ともも裏を使っていきます。これを5回です。準備はよろしいでしょうか？それではいきます。3、2、1、5。できるだけ高く。1、2、スマホを見ながら。3、4、OK。 今ので前もものストレッチ、裏もものトレーニングをすることでだいぶね、今お腹がへっこんでると思います。骨盤がだいぶね起き上がって、お尻が締まって
もも裏に力が入って、前ももが伸びてっていう感じになってると思います。最後、フロッグ腹筋です。最後は、カエル足にまずします。足の裏を合わせます。足を少し持ち上げます。そうすると、足を閉じた時よりも腰の隙間がなくなると思います。足をしっかり開くと腰がしっかり床につきます。もし足の位置によっては腰が浮く場合、足を少し手前に持ってくると腰がつきやすいです。足を少し遠くにすると腰が浮くんですけど負荷は上がります。これで上体を起こして、手で膝を押さえて、お尻を締めながら膝を手で押さえながら閉じます。そうすることでお腹にしっかりね力が入ります。これをしっかり息を吐きながら5回です。1往復ゆっくりで一呼吸。一回やってみます。といった感じです。だいたい5秒間ぐらい息吐いてください。スマホは横に置いて声だけ聞いてください。5回やっていきます。3、2、1、GO! 1、2、しっかりお腹押さえて、3、どんどんお腹引っ込ませて、シュッ、息しっかり吐いて、手でしっかり押さえて、OK! お疲れ様でした。今の3種目1セットをですね、3セットやってみてください。今の1セットじゃ物足りないよって方は、実は今から2セット目やるんです。頑張りましょう。3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、反対いきます。3、2、1、GO!1、2、前もしっかり伸ばして、3、4、5、OK! うつ伏せです。足を閉じて、もも裏持ち上げていきましょう。3、2、1、GO!1、2、3、5、 OK! 腹筋いきます。体を起こして手で押さえて、3、2、1、GO! 1、2、3、4、Go! OK! 3セット目、頑張りましょう。疲れた方は休んでください。行ける方は行きましょう。3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、反対。3、2、1、GO!OK! うつ伏せです。いきます。3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、OK! 。ラストは手で押さえずに万歳です。足だけ動かします。いきます。3、2、1、GO! 1、2、3、4、
5。 OK。 お疲れ様でした。1セットでやめた方も3セット頑張り切った方もお疲れ様でした。よく頑張っていただきました。この3つセットでやることでとてもお腹周りを鍛えることに効果的になります。無駄に前ももに力が入らない、ちゃんと裏ももに力が入る。お尻を使っているのでお尻が締めやすくなった状態で3回目の腹筋に移っていく。このパターンがですね、フロッグメドレーのおすすめのパターンです。やはりいきなり腹筋やってしまったら、前もも硬い人は前ももに力が入る、お尻締める意識がない人はお尻が締まらないからお腹に力が入りにくいっていう風になりますから、前ももを伸ばす、裏ももとお尻を鍛える、次に腹筋を行うっていう順番がねとてもね効果的です。このフロッグメドレー動画を見ながら何度もやってください。コメント欄で皆さん頑張った結果、変化、辛かった、楽だった、何でもコメントをし合いこしてください。私がコメント返さなくてもですね、もうコメントしてもらってるお客様同士、視聴者様同士でね、全然盛り上げてもらって結構です。アドバイスし合いこしても OK です。コメント自由に使ってください。今回は、下腹に効果的なフロッグメドレーでした。頑張った方、勉強になった方は、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS を行ってます。説明欄にリンク貼ってます。リンクのフォロー、そして動画のシェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れでした。